サネ松一世は、佐賀県佐賀市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤ウミ名前に関しては、ミノルが、ミノ級自体であるため、サネ松一世の表記も見られる。佐賀学園高等学校時代は、1998年の、第80回全国高等学校野球選手権大会、や、第3回 AAA アジア野球選手権大会に、出場している。 この時の第3回トリプル a アジア野球選手権大会日本代表には後にプロでチームメイトになる杉内俊也、村田修一がいた高校通算39本塁打を放ち高校屈指の保守と呼ばれた1998年のドラフト会議で上田理事監督時代の日本ハムファイターズから松坂大輔の外れ1指名を受けて入団 現時点まで日本ハム球団史上ただ一人の高卒ドラフト一位保守である。1999年は一軍出場なし。大島康則監督1年目の2000年に一軍昇格し、フレッシュオールスターゲームにも出場。2001年は課題の打撃工場へバットを少し寝かせるフォームに改造し、8月3日の福岡大英ホークス戦にて、 プロ初本塁打を放つと、この3連戦中で4本の本塁打を打った。同年は62試合に出場し、それまで、保守のレギュラーだった、野口すひは、閉幕前には外野を守るようになった。2002年は、前年の活躍もあり開幕スタメンを果たし、野口は引き続き外野で起用された。しかし打撃で結果を残せなかったためシーズン途中からは、野口が、保守に戻り、 ミノルマツとの併用となった。結局自己最多の82試合に出場したが、打率は12、129、1本塁打に止まった。2003年はキャンプ中に、左手首を骨折し、出遅れ、正捕手の座を高橋真嗣に奪われた。この年は、前年にも増して打てず、92打数で51、三振を記録し、5月15日の対、 千葉ロッテマリーンズ戦ではチームが19安打19得点を記録したにもかかわらず、ミノル松は5打数0安打4位三振、フィールドに唯一飛んだ打球は、ギダ失敗閉殺だというありさまであった。しかし、この年打ったヒット9本中3本が、ホームランであり、当たれば飛ぶ長打力を秘めていた。この頃は、スイッチヒッターに挑戦するなど、試行錯誤していた。 2004年は高橋が規定打席に到達するなど成長したため、前年より出場機会が減少した。この年のオフに結婚し、妻との間には男児二人と女児が一人いる。2005年は高橋が故障で長期離脱して中島佐都氏との併用という形で起用された。2006年、開幕直前の3月24日に岡島秀樹との交換トレードで、 古城茂之と共に、読売ジャイアンツに移籍。2006年は、控え保守として、同い年で、同期の加藤健良との競争となり、6月10日、正保守の安倍晋之助の故障による、登録抹消を受け、移籍後発の一軍登録。即先発出場を果たし、安倍の故障中は、加藤と日替わりで、先発出場した。2007年シーズンは、 一軍出場は4試合に止まった。2008年は、6月10日に、横浜ベースターズから鶴岡一世が移籍したことも、あり、7試合の出場に止まった。2009年は、正捕手の安倍や鶴岡が安定した活躍を見せたことも、あり、リーグ3連覇と、日本一を果たしたチームにあって、ルーキーイヤー以来10年ぶりの一軍出場なしに、終わった。二千十年は、 阿部の故障もあり、久々の一軍出場と先発出場を果たしたが、二試合の出場に止まった。打撃力不足から、守備要員として、第三もしくは第四保手となり、ファームでも、正保手には、星高則などが起用され、厳しい立場となった。2011年は、オープン戦から阿部が、長期離脱し、 さらに星が埼玉西部ライオンズに金銭トレードで移籍したこともあって4月下旬に1軍登録されると5月4日の対阪神タイガース戦で途中出場し同点の9回裏に同学年の藤川球児から自身初となるサヨナラダを放ち巨人移籍後初めてお立ち台に上がった8月6日の広島東洋カープ戦でジオから6年ぶり 遺跡後初となる本塁打を打っている。少ない打席ながら、遺跡後では最高の打撃成績を記録した。オフに、背番号を27に変更。2012年は鶴岡が、FA での古巣横浜への復帰、安倍の一塁起用などもあり、遺跡後では、最多となる58試合92打席に出場。アジアシリーズでは負傷の安倍に代わって3試合中2試合で、 先発出場。決勝戦では本塁打を放ち優勝に貢献した。2013年は井の拓の加入や河野元気の成長など競争が熾烈になり、2014年は小林誠治の加入により競争がさらに熾烈になり、14試合の出場にとどまった。2015年はそれまで正捕手だった。 安倍晋之助が一塁一転向したが、相川良次の加入や、小林の積極的な起用により22試合の出場に留まった。2016年も出場は19試合に留まる。2017年には、小林の正保守起用と、宇佐美慎吾の打撃面での活躍もあって、守備固めもしくは代打での起用が中心となる。出場は14試合に留まった。 10月30日に戦力外通告を受けた。2017年12月4日に北海道日本ハムファイターズに2軍育成高知県保守として復帰することが発表された。年俸は1100万円で、背番号は90。7月6日に1軍登録され、翌7日に高知登録を抹消された。2018年は2軍育成高知県保守ということもあり、 一軍出場は一試合にとどまった。2019年9月17日に現役引退を表明した。9月23日、鎌ヶ谷でのイースタンリーグ巨人戦にて引退試合が行われた。一軍でも9月26日の対オリックス戦の試合前に引退セレモニーが行われた。セレモニーでは自身のドラフト同期入団である。 立山義則と森本木明が駆けつけており、二人から花束を手渡されている。12月2日、自由契約公示された。2019年10月29日に巨人の二軍バッテリーコーチに就任することが発表された。二軍監督の安倍晋之助は12月8日に行われた札幌市内のチャリティートークショーにゲスト出演した際、ミノル松だけは、 俺が原監督に行って呼び寄せましたと述べている。2021年5月24日に一軍、バッテリーコーチに配置転換された。配球への熱心な研究と投手の特徴を最大限に生かしたリードでチームを支えた。相性は、さね。投園に山下和彦がいる。ミノル松の日本ハム時代の背番号40は、入団前年まで山下がつけていた。 本拠地のデーゲームでは午前7時頃に、球場入りし、データ収集や準備を行うなど野球に取り組む姿勢も、真面目で、若手からの相談も受けている。乱闘になると真っ先に出ていくなど男気あふれる、人柄であり、チームメイトからの人望が厚い選手であった。ありがとうございます。